でもなかなかね、理解は得られなかった。うん、さあ、行きましょう。グローブ編というか、ギア編ラスト、ショップ店員高木さんから聞く、ね、今回のシーズンは一旦ここで終了としていきます。来週はもしかするとお悩み回答シーズンか、もしくはまた別個のテーマでやっていこうかなというふうに思ってます。もしかするとね、コラボがあるかもしれないっていう可能性がね、最近出てきたんで、誰とは言わないですけど、可能性だけ言っておきます。はいはいはい、よろしくお願いします。 RGG 来るんじゃないの？中の人すごく明るくて面白い方なんで、なんか3社でもし聞けるメーカーさん、はいはい、そうですよ、そうですよ。メーカーさんのレビューというか、これを見てほしいというところ、ここの媒体使ってもらって、そういうきっかけができると面白いんじゃないか。自社のレビューとかしてもらっても構わないからね。でもだ、偏りではなくちゃんとフラットにやっていきたいというのは僕の願いの一つであります。で、今日はもうあれだね、プロテクターか。プロテクター、まあ要はこう防具的なところですよね。ゴールキーパーっていうのは飛びます、着地します、衝撃を受けます、痛いですっていうのがセットで行われていくスポーツかなと。受け身も大事です、でも怪我もつきものです。うんうん、そういう中でプロテクター意外とつけてる人少ないんじゃねっていうところから、じゃあ絶対必要なんだよっていう話をショップ店員高木さんから聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。キーパーを取り巻く環境でいうと、やっと人工芝増えてきてるかもしれないけど、土が圧倒的に多いと思うんだよ。で、人工芝だってコンクリの上に芝を敷いてるだけだからね。だから痛いところ、硬いところだってあるし、うん、お金をかければなかなかいい人工芝っていうのはあると思うけど、うん、キーパーを辞める理由の一つに怪我があると思うんだよね。だからそれをやっぱ解消していくためにはプロテクターはマストで用意してほしい。うん、ただこれまたね、コスト問題もかかってくるんだよね。俺プロの時ですら最後使ってたからね。あ、そうや。FC ギフトの時に。だからプロでも使うってことは、じゃあアマチュアの皆さんなんで使わないの？まあ、プロアマチュアっていうのは上下とかじゃなくてね、プロというのはやっぱキーパーを生業にして生計を立ててたわけだから、うん、その道のプロフェッショナルでもつけてたわけじゃない。うん、じゃあなんでみんなつけないんだろうって思うよね。うん、ちょっとそこに疑問を感じていると。土なんか特にね、うん、あとはでもね、これまた難しいのはね、小学校低学年の子だとサイズがないとかね。確かにないですね。それは本当に企業努力してもらうしかない。でも俺の発信見てプロテクター買いましたよって言ってくれることもちょっと多くて、そうだからそれはすげえ嬉しいなと思うし、うん、もうよくね、クラブチームの方とかと話すと、うん、クラブチームで買ってあげてくれませんかねって俺お願いするもん。チームで買ってあげてくださいねっていうのはアプローチとしていいかもしれないですね。そうだね、チームとして予算を組めるならね。ただでも、うん、衛生的なとことか、うん、今は人が使うものを回し使いする時代ではないじゃない。うん、だからできたら自分で買ってもらったらいいかなと思う。だから親御さんはもちろん経済的負担も出ちゃうけど、自分の子供がね、それによってサッカーをキーパーを嫌いになっちゃうことが一番かわいそうだって思っていただけたらなっていうのは、トップ店員の時に話してたね。でもなかなかね、理解は得られなかった。うん、そうなんですか。怪我のイメージがつかないんだよ。で、だからあとはさ、小学生ぐらいからダイビングとかさせる必要ないって俺は言うじゃない。うん、でも片やさ、うん、まあさせてるね、動画とかさ、今いろんな動画があるから、うん、そういうのを見てさ、モノマネしてやった時に怪我が生まれちゃうんだよ。うん、でバンバンやる練習じゃないんだから、だからそういうのもいい時代にしていきたいなって思う。うん、そのためにはプロテクターは絶対マストで、ね、つけてほしいなって、うん、絶対マスト、はい、もう一回言って。絶対マスト。ね、我々の放送局ではやっぱ本当にそういうギアの部分でね、あんましさ、その絶対キーパーってこうなきゃいけないんだよって言わないじゃない。うん、だけどプロテクターに関しては絶対つけてほしいって声を大にして言っていきたいね。うんうんうん、怪我すると離脱する、その離脱の期間が、時が止まる、練習できない、差がつく、キーパー一人試合が出れないっていうのがあるからね。そこはやっぱ怪我の予防だったりとか、こう体を守るっていう意味でもプロテクター、特に腰、肘、膝をどうですか。膝必要だよ。子供の頃関節の怪我すると障害として残っちゃったらさ、一生もんじゃん。でもプロテクターしてたらさ、確実に防げる怪我が多いわけよ。多いですね。あと自分の心のブレーキにもならないっていうのは非常にあると思います。思い切ってプレーすることもできるだろうし、だからこの放送局ではあまりキーパーのことは必ずこうだよということはしないけど、プロテクターは必ずつけましょう。必ずこうでしょうということで、高木式メソッドの方にはですね、あのプロテクターの重要性に関して載っけておりますので、概要欄の方からぜひ見てください。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ギア編終わったね。ギア編終わりです。バイバイ、はい。